続きまして藤島武雄さんの歌でおなじみの月の宝禅寺横丁。連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった場合やった。はよ立派な井川さんになりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれましたな。あの晩からわては本さんが好きになりました。腕を磨いて何話に戻りゃ荒れて添われる中ではないか。お願い恋さん泣かずにおくれ。今のわけには親方はんにすまない。味ののれんにゃ歯が立たぬ。死ぬほど苦しかったわせらの恋も親方はんは許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ恋さん待っててや。ええなあ恋さん。意地と恋と包丁にかけて両手合わせる水かけ風呂。さいなら恋さんしばしの別れ。目をと現在思い出横丁宝禅寺名残尽きない日が浮